オランダ陸軍、オランダ王立陸軍は、オランダ王国の陸軍。オランダ王立陸軍は1814年1月9日に創設される。ただしその起源については1572年の、いわゆる州軍と呼ばれる軍事組織に求められる。このためオランダは16世紀にまで遡れる、最も古い常備軍を維持した国家の一つに数えられる。 ネーデルラント連邦共和国の陸軍は80年戦争を経て17世紀と18世紀前半にかけて組織化し、訓練され、1795年のフランス侵攻まで、カール・グスタフ戦争での第一次デンマーク戦争や、ネーデルラント継承戦争、大同盟戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、フランス革命戦争に参加している。 ネーデルラント連邦の衆軍は1795年にバタビア共和国軍に再編成され、1806年にコラント王国の成立に伴い再編成されている。1799年と1800年及び1810年の間にドイツ、オーストリア及びスペインでの戦役に参加し、特に1807年のナポレオン戦争中のフリー・トラントの戦いで、 リーデンで砲兵隊の馬砲兵部隊が活躍している。1807年と1809年にはシュトラールズーントを占領し半島戦争では1808年から1810年までオランダ旅団が参加していた。ナポレオン・ボナパルトがオランダの再統一を決めたことにより独立軍は1810年に解体される。これにより大陸軍の一部となる。 今日のフランス陸軍第126不評連隊はオランダに起源を持っている。1812年ロシア戦役ではオランダ部隊も参加している。最も注目すべき戦闘はベレジナの戦いでのベンティン大佐率いる下強中隊の活躍がある。1813年オラニエ主義者によるナポレオン支配への放棄の結果、ネーデルラント連合王国が成立し、 独立軍が復活した。この新陸軍は100日天下でのワーテルローの戦いで、連合軍の重要に一角を成していた。特に、ダビッド・ヘンドリク・シャッセ男爵の部隊は勝利の一員となった。ワーテルローの戦い以降、オランダ陸軍はいくつかの紛争に関与している。1825年から1925年の間の植民地戦争や1830年からの ベルギー独立革命に参加した。それ以降は第二次世界大戦まで概ね平穏であった。第二次世界大戦直前には軍団の下で五個師団を編成し、四個の予備役部隊を備えていた。後に機動部隊を含めた二個軍団編成に移行し、戦力化が図られた。1940年5月10日からナチスドイツ軍と交戦するも、集化的せず、 同月14日にオランダは降伏する。戦後、インドネシア独立戦争を経て、冷戦の激化に伴い来た、大西洋条約機構が設立されこれに加盟し、西欧での集団安全保障の一翼を担うことになる。冷戦時代の1960年代、フランスのナトウ軍事機構の脱退により、広報兵単線がベネルクス三国に集中することになり、防衛体制強化のため、 第一軍団を機関に3個師団多部隊と装備で重武装化が図られた。機械化師団は当初、徒歩評が主力であったが1970年代初頭までに機械化が完了している。ただし師団は固定的編成ではなく作戦要求に合わせ複数の旅団を状況に応じて組み合わせて師団を編成していた。第一軍団以外には地域防衛集団、 兵坦集団、衛生集団、訓練集団、通信集団などがあった。地域防衛集団には2個不評旅団を機関2 1個、警備管区を持ち、各地に点在する代償様々な重要施設の、警備や機動予備及び備総予備として機能していた。訓練集団は、毎年に訴えする徴兵に対する新兵訓練のほか、士官、歌手官教育を担当し、 有事には一戦部隊の欠員を埋めるための人員プールとしても機能していた。1980年代初期当時の平時兵力約7万人のうち約4万人が徴兵で構成されており兵役はオランダ社会において名誉とされる。しかし、社会状況の変革に伴い軍来規律の大幅な改革に着手し、 挑発の兵士が勤務するなど若者に情報した内容となっていた。また、オランダ軍では兵隊組合の結成が認められている。1961年にはオランダ領イリアンジャヤをめぐってインドネシア軍と交戦するも米諸朝大国の思惑により停戦指導地から撤退している。1980年代、総人口約1400万人に対し、平時7万人。 戦時20万人10個旅団機関で戦車約1000両と比較的大規模な兵力を整備しており、平時6個旅団編成のうち1個旅団は前方展開部隊として西ドイツに駐屯していた。冷戦の終結、ソ連邦崩壊及びドイツ再統一により、NATO 域内における軍事的脅威が消滅すると、NATO 各国では兵力削減が進められるとともに、 即応及び域外派遣用の多国籍部隊の編成が進められた。1995年にはドイツとの合同部隊である第1ドイツオランダ軍団が創設されている。徴兵制を廃止し、1997年からは全志願制となっており、2011年には戦車を全廃している。2015年時点においてオランダ陸軍は参個旅団機関、現役兵、 約2万人となっている。平和維持活動には1979年から1985年にかけて、レバノンに1991年から旧ユーゴスラビアに派遣され現在も継続中で、1992年から1994年まで、カンボジアに1995年から1996年まで、ハイチに、 1998年から1999年まで、キプロスに2001年にエディトリアとエチオピアに2003年から2005年まで、イラクに2002年から2010年までアフガニスタンに2008年からは、チャドにそれぞれ派遣されている。2009年時点で、現役兵装員約2万1400人、予備役兵約3000人。 オランダ陸軍の編成第13機械化旅団と、オランダ空軍の R-64。オランダ陸軍のパレード国際共同部隊以下は2009時点における内容。補足事項として、騎兵化及び管理系統化士官階級内の5町から総長までの階級気象のストライプは金色ではなく、銀色である。兵卒内の兵科別名は以下の通り。ありがとうございます。